ドリームでね、ここに集結しましたけども、まあチームですけどもね、いやこれ全員ね、僕らディアーズのドリームチームっていうチーム、コールチームなんですけど、これが寄ったね。あーもうすごいですよ、本当に寄ったね、寄りましたね、寄りましたね、めちゃめちゃ楽しい営業だったよ、今日も。あ、ダイヤの名前がない。お、名前が入ってる。いや、やっぱりもうシャカレースがいるからね、シャカレースがいるから。今日ね、盛り上げていこうかなと思ってるんですけど、始めたいと思います。あー、どうですか、振り返ってみて、ドリームチーム。これ、1位がね、リーダーでやってますけども、1位どうですか。いや、まあ、だから多分、このメンバーを見て、うっていうか、もうどういうメンバーみたいな、多分見てる。あー、そうだね。何の集まりっていうんですけど、これ一括りで、これはディアーズ、東京ディアーズのドリームチームっていう。そう、チームチームです。チームなんですよ。チームです。そのチームっていうのは、まあ、あと他にセンス、リッチチーム。リッチ入りますね。含めてドリームで3チームあるんですけど、その中のドリームチームで今日は出させていただきました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、でもそのドリームチームの僕がもうセンスとき違うわ、ね、センスとき違うわ、これ出ないっすね、そうそうそう、文字が違うわ、泣かすぞ。泣きたことある人は分かると思うんだけど、うん、シャンパンコールとかで結構分かれてる。あ、シャンパンコールでこうコールが来るメンバーとかで、多分見覚えのある人たちはね、通ってる人は分かるんじゃないかな、シャンパン入れたら、いう感じですけども、もうえで、ドリームチームで全部で何チーム？それは今言った3チームです。それじゃ3チームです。2は2はつけない。おせえ。今つけない人がいるから。ポテチ食いながら。そうだ。そう、龍也主任率いるセンスチームと、ラララライ。あ、ライさんね、ライさんが率いる。リーチチームがあって、まあ僕がリーダーのこのドリームチームがあるという感じですわ。でも僕のチームにはまあシャカデースがいて。もうそこからはもうじゃあもう自己紹介、ね、自己紹介してみましょうか。はい、アマちゃんから。アマちゃん後ろから、後ろから行きます。あ、後ろから、後ろから、後ろから行くんですね。ジャイアマコとアマちゃんシュートみたいな。はい、改めまして、ユナイテッドディアーズ東京ルセダイヤです。ありがとうございます。ダイヤです。ありがとうございます。ありがとうございます。東京ユナイテッドディアーズドリームチームに所属している嘘のまことです。ほかに言ってない、嘘か、嘘か、誠です。誠、よいしょ。嘘か、誠、どっちなんでしょう。どっちなんでしょう。見たら、ほら、一番うるさいですけど。どうも。いったね、いったね。僕の名前はですね、はい、結構パンチ強めなんですけども、色濃いシュートって言うんですよ。やいちゃん、やいちゃん、シュートで、やいちゃん、あまちゃん、あまちゃん、滑舌悪い、あ、滑舌ですね。あまちゃん、あまつかりんです。あまつかです。なんやねん、急に。あれあれあれ、色濃いがね、色濃い、色濃いが、色濃いシュートってすごい名前ですからね。めちゃくちゃ気に入ってる。じゃあ僕らも自己紹介しますか。そうだね、まずじゃあ俺から行くわ。はい、俺から行くわ。自分があのリーダーやらせていただいてる、はい、いちかばちかと言います。最近新しい洗剤を作りました。よいしょー、ご覧に来てください。イケメン、イケメン。じゃあやっぱラストはまあ、あれです、ユナイテッドディアーズ、エスペルトピにいます、ね、ドリームチームに所属している、モガミ、シャクディー。よいしょ、みんなじゃあ持って、持っちゃって、未成年が、ちらほら、あ、そうだね、未成年がそちらを、あれ、こちらを、あれ、これ、あれ、マコさんと一緒かな、あ、ありがとうございます。改めて、改めて、もうペットで、ペットで、早い、改めて、グイグイです。ドリームチーム率いるドリームチームが1の掛け声で飲みますから、はい、じゃあまあじゃあね、今日もね、うん、まあ今年1年、はい、もうこれはもう忘年会かな、多分ドリームチームで出た最後だし、忘年会、お疲れ様でした。お疲れ様でーす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 。やっぱ酒が好き、まあ、良いお年、まだ終わってないで、まだちょっと、ちょっとまだまだ締め日までにはね、あと、うん、今日で29になったんだっけ。そうですね、今日で29になりましたから。29、じゃあ、あと1日ね、うん、明日が締め日という、うん、今日を含めて、明日が締め日っていう、うん、確かに、まだ何があるか分かんないから、本当に分かんない、出演者にダイヤ書いてない、何があるか分かんない。あれ、いちかさん、あの出演者にダイヤが書いてないのは、これはもう、あの気のせいなんですかね、もう。うるせえから、ダイヤが書いてないから、うるせえから、なんだ、天塚くんのダイヤを出してください。あ、お願いします。ダイヤくん、すごい寂しいな、もうドリームチームなんでね、ダイヤもね、いや、
イムチームなんだあれドリームチームなんだ、ね、LINE なんすね、これ。そう、へぇー、わざわざ LINE も載ってます。僕が載ってない LINE の ID だけど、したら LINE どういうこと。嬉しいわめちゃめちゃ恥ずかしいんだけど、俺のぞむ0105と俺これ前の LINE ID やばいやばい、もうやばいとかすごいやばい、これもうだいぶ2年前ぐらい使われてるこれ、あいつ変わってないのかもしれない、気づけた。めちゃめちゃ恥ずかしいな、これ。来年もよろしく言ってますからね、よろしく言ってますからね、すごいですから。いや、めちゃめちゃあれだね、なんか楽しいね、なんかこう、ドリームチームこの人数がいつも一緒だな、楽しいね。いいね、これでナイトチューブを勝ち切らせてもらうなんて、本当にありがたいですよね。めちゃめちゃ嬉しいわ。100件に到達しました。みんな喋るから聞き取れない、聞き取れないですからね、聞き取れない。成人組大体酔っ払いだから間違いない、確かに間違いない。ここだけっすか、一気に喋らんね、わちゃわちゃ誰が何言ってるか分かんない間違いないですからね。まあでも今年振り返ってみてどうですか。今年は今年どうだったのね、うん、もう今年に関してはもうでも怒涛の1年だったかな、うん、やっぱりもういろんなイベントがあったからね、うん、確かにめちゃめちゃ、うん、確かにドリだって、それこそドリームチームがこう、うん、今のメンバーで結成されたなんて今年の夏ぐらいか、夏ぐらいな、夏過ぎ、7月、8月ぐらいから、このメンバーが揃ったわけですからね。それまでは多分もうみんな知らないと思うけど、忘れてると思うけど、うん、斉藤イブとかがなんかいて出てたことはあって今忘れられてるんで、ね、出ましたからね多分知らないですけど、新ドリームだからね。そうそう、新ドリームから僕らますからね、僕もともと新ドリームだから、そうそうそう、新ドリームでね、なってるけども、前のドリームいる？いる？前のドリームいない、来てる、いない、いないですか。あ、アブちゃん、僕センス、センスチームだ。センスだったっけ。センスなんだ。新生ドリームって書いてある。ガチ新生ドリームだね。新生ドリーム、イブニャン、俺だけみんな、俺だけみんな別々、最強メンバー揃っちゃってるからね、今ね、ドリームなんか。そうだね、はるかくんの仲いいの、仲いいの、仲いい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 、この後も、ね、ちょっと1位を取ったんで、売り上げ1位取ったんで、ご飯に行かせていただきますわ。ご飯にね、ドリームチームでみんなで、まあね、僕らがナンバーさんだから意味がないからね、イチいるしね、アマちゃんいるし、そしてダイヤもいるしね、ダイヤもいるし、シュートもいて、そしてマクトゥーもいるからね、マクトゥーもマクトゥーがあいつのマクトゥー、髪色やばい、その顔が好きになって俺その流れでこう、来んのかと思ったらこの目で見られるから来るんかな、もうね、もうだから多分有名なやつ、青春組は酔っ払ってる本当に収集つかないですよ、本当に元気ですよ、うん、めちゃめちゃ元気ですよ、もうドリームチームに関しても勢いがあるメンバーがもう集まったという、うん、勢いあるからプラスこうどこのヘルプついても強いよね、誰も対応できるからね、みんな本当に対応できる、仲良いお客さん多いもんね、やっぱりね。そうだね、ヘルプとかも結構最後お客様で分かる方も、うん、ね、いらっしゃるかもしれないですけど、うん、ヘルプついてもね、うん、ここドリームドリームみたいなのもあるし、確かに確かに、そうそうね、やっぱチームワークっていうのが結構、あれヘルプ1位のあのシュートさん、あれあれ、あ、ここヘルプ1位さん、ヘルプ1位のシュートさん、ありがたい、なんか一言コメント残したらいい、そうそうそう、ヘルプ1位、あそこあそこあそこメインカメラ、ヘルプ1位、ヘルプ1位、うん、まあ言うことは一言、おえ、その一言とはヘルプ社会人です、アクリカお前はテレビ見た方がいい、いやいやいや、シャカさんで乾杯した方がいい、あ、いいんだよ、見せるよ、見せるよ、俺のいけないくせ、見せるに飲ませる、すごい、僕の LINE ID が誠として表示されてます、あー、まあね、誠として、これ、このどうでもええわ、いや、まあいいよ、いやいや、誠、いい、なるほどね、シュートが頑張れば頑張るほど誠に LINE、そうそうそう、おめえ、あれみたいな、一番いいやつ、今年もね、もう終わりますけど、来年はどういう年にしたいとか、こう、実はあるんですか、抱負みたいな、あー、抱負は、いいね、来年の抱負ちょっと、あ、じゃあ、でもさっきの順番で、そう、ダイヤから、ダイヤ、来年の抱負いろいろあるでしょ、ダイヤも、そうですね、来年の抱負はちょっと、まあ、え、これが勝ち目ですよね、うん、皆さんも多分考えてると思う、あ、そっか、来年どうしようみたいな、一緒に、じゃあ、いちかさんみたいな、ちょっと担当力を極めたいと思います、大丈夫です、すごい、募集します、これがもう俺のパクリすぎだって、いちかさん、これ、ここから、こういう感じ、こういう感じ、やめとけよ、お前は。
マコトはどんな感じ？以上です。うん、来年の目標は、うん、いやまあそうですね。それは、まあ、売り上げ、お客さんを呼んで、はい、それで売り上げをめっちゃ上げることは。うん、と毎日出勤することや。毎日出勤。めちゃめちゃかっこよくなったもんね。うん、かっこいいよね。日に日にかっこよくなるっていう。うん、今日俺もなんか普通に席にいて、なんかこう透明にさ、うん、こう誠を見たりして、うん、こうめっちゃホストになってるやんみたいな。ああ、こんななんかすごい。めっちゃホストな。キラキラな。ナポレオン系のね。ナポレオン系のね。ナポレオン系ですね。ナポレオン系で。シュートはどんな感じなの来年は？シュートは来年はちょっと、いつもあれだったな。トイレットペーパーをティッシュにしてたんで、ちゃんとティッシュを あの買う生活をしようかなと。おお、お前それで来年売れると思う。素朴すぎてなんて言うよ、素朴か。現実的。やだ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 。素朴か。ちょっとまあ、取り直して言うと、来年は本当に毎日そこは色恋しますね。色恋シュート決めるんだ。毎日が一番分かってるからね。シュート決めるとかあのそんなこと言って君の心にシュート決める感じで。やれ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 。あ、やいちゃん、やいちゃん、何をシュートするのって言って、何をシュートするの、何をシュートするの、何が語られるの。それはもちろん僕のハートです。いや、お前のハートに火ついても別に手直しない。拾ってくれるだけだよ。すごいよね。すごい拾わない。心臓が来た。これも拾わない。これ、あ、もう大体その反応がもう帰って決めたよ。もうすごい言われてるやん。もう釈迦さんの声しか聞き取れない。悪かったね。釈迦さんが悪いわ。アマちゃんはどんな感じだろ、来年は。じゃあ僕のね、来年の抱負を。はい、僕はですね、まあ、いちかさんみたいな、なんか素晴らしい先輩ね、なんかイケメンなんですよ、いちかさんは。まあ、一応イケメンの素晴らしい、いちかさんのような、ホストになることです。よいちょ、よいちょ、よいちょ。なんかセーフティーコーじゃありましたけどね。あ、愛が汚い。マジ汚いって、男前で。愛が汚い。アマスカじゃないですからね、悪魔ですからね。尊敬する先輩なんですよ。全然天使だね、ほんとに。なるほど。よいしょが上手。よいしょが上手。アマちゃんもね、対応がすごいからね、やっぱり。エッチはどうなんですか、これ多分ね、やばいだよ。あー、すごいやんか、ごめんやけど、むしゃぶりするで。あー、むしゃぶり、カリスマすぎて。もうむしゃぶりというか、もうこれはもう、本当に12月入った時点で言ってんだけど、はい、これはガチな、あれで、億を、年間億。年間億。年間億を売るっていう。月1000万アベレージですね、それは。もうガチで売るっていう計画。計画がもう、もうね、これはもう計画。一応、一位もさ、一応ハーフだからさ、あ、そうそう、カリスマとホストのハーフだから。あー、なるほどね。釈迦さんは、僕は神という人間。ちなみにシュート君は何の。ちなみに僕は、色恋とシュートの。いや、そこ枕にしてる。そこ枕にしてる。結構、めっちゃ考えたもん。枕にさらってなんだけど、本当に。そのうち500万くらいは私が力になるね。嬉しいね。よいしょ。お願いします。お願いします。いいね、嬉しいね。かっこいいですね。やっぱ違うエッチが発言すると。じゃあ最後、釈迦さん行きましょう。釈迦さんどうなの。まあ僕も真面目な話で、やっぱりこう来年から YouTuber を始めるんで。おお、それ気になる。わあ、すごいすごい。 YouTuber プラス、そしてもっとジャンルを増やしていこうかなって。メディアもお笑いだけじゃなく、映画、俳優、タレント、そして音楽まで。そしてマル手出してるんで。そしてボンクやばい。ボンクやばい。歌手、歌手出る。ボンクやばい。音楽、絶対音楽はやばい。まあオッチなんでね。まあバレきますけど。あとあとグラビア。誰が見てる。これ釈迦さんのセミヌードね。セミヌード。誰が見てますよ。ご飯食えくなるんですよ。誰か食うみたいな。視聴者にもバレてる。誰が相撲や。ねえよ、相撲ね。細いから押されて終わりやろ。相撲強いですもん。だから次はもっとジャンルをね、増やしていこうかな。増やしてね。いいですね。そんなこんなんでね、まあ来年の方を語ったところで、いい感じでね、いい感じに。後半、中間に関してはもっといろいろな話をしていきたいと思います。はい。じゃあやっぱり SPL といえば、はい、せーの、好きにやっちゃって。
スがやってくるな。どうしてもサンタさんお家に来てくれるかな。あ、サンタなんていねえよ。リーさん、サンタさんいますよ。いや、いないから。いねえから。来ますって。いやいや、やめろって。来ますって、どうも。やめろって。やめろって。やめろって。ドリームチームがどうなってきたいか、はい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 、やっぱりこう人それぞれ聞いてって、はい、最後にこうリーダーの一致がまとめてほしいなっていう感じだった、まとめ、うん、あそうだね、どうなんダイヤはドリームチームに今後はこうして僕これ頑張るんでドリームチーム盛り上げていきますみたいなないのかな、あ、僕ですか、うん、やっぱりもう SPL 大好きなんでみんなジャズ来てねなんだお前お前のその中途半端な可愛い系やめろなんだお前大好きジャズ来てほしい、そういう意味じゃないじゃあそろそろ本音を出していこうか、実はダイヤ可愛いけど大好きなことはドリームチームでちょっと盛り上げていきたい、僕これするんで、ね、ドリームチームの中でも、うんまあ、一番の戦力になれるように頑張るんで、もう一回やっていこう、もう一回やっていこう、ドリームチームの中でも一番の戦力になるんで、うん、どんどん来ちゃったよ、マコト、あーよし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 、マコト今日もね、売れないメンズだったから読者モデルか大丈夫か、シューターの中さんやっぱ未成年っていうのがね、ブックで5月で誕生日迎えて、ね、そうですね、コールも上手して、まあ、そこでやっぱ僕は最強になるんですよ、お最強なんで最強になるよ、最強になるよ、最強になるよ、こっちつくやるよ、これも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 まあ宴もあもうこれもっすね、これもこれちゃうこれちゃうで18系やねんけどまあだけどそう、うん、あのやっぱドリームはやっぱ僕のあれですけど、コールやっぱ最強なんで、うんうん、コールがやっぱ最強なんで、確かに確かに、でも僕も MC として、うん、やっぱもうめちゃくちゃ下をぐるんぐるんに回して、うん、もう誰が聞いてもあこのコール聞いてよかったっていう風に思わせるんで、もうそっか、どんどんください、そうだねやっぱでもしかし、うん、お前は来年さドリームチームで、うん、コールをするだけでいいのかするんじゃなくてパートナーが自分のお酒飲めるのにあ僕はブランデー専門、うん、おー実はね、実はそういうのがあった待って、やめて、イッチやられたみたいなカリスマでしょ何あ、こいつやるんだよあかんあかんあかんよあかんよ、イッチこいつおもろいだよあかんあかん俺はもう新人の頃、ガメツく俺にブランド入れろとか言ってええ子やね、本当にいい子ですよ、もうアマちゃんどんな感じなんですか、ドリームじゃあ僕行きましょう、お僕真面目なこと言いますと、やっぱドリームチーム以外にリッチチーム、リッチチーム、センスチーム、3チームあるんですけど、イケメンだね、3チームあるんです、流すな、いや、市川さんの方が、市川さんがイケメン見てください、このリッチほんでいいよ、喋って喋って3チームあるんですけど、その中でも毎月あ、イケメンっすね、うるせえなんでかしゃべれないのマウマイクマウマイクこういうキャラ、3チームあるんですけど、イケメンですねじゃあしゃべしてしゃべしゃべろしゃべらせてもらえないでまあまあ改めて、まあ、センス、リッチ、ドリームチーム3チームあるんですけど、毎月ドリームチーム合計でね、合計でもうダントツその売り上げがね合計1位っていうのをね毎月で、来年また2019年を迎えたいと僕は思ってます、はい、で僕自身も頑張るんで釈迦さんも頑張りましょう、なんでやよいちょなんでやみんなで頑張ってね、イケメンだ、ほんとじゃあ俺のあ、じゃあ、まあ、次、市川さん行きましょう、
行く？うん。市川さんすごいイケメン。聞きたいね、カリスマだからね。絶対喋らせる。普通に喋らせる。俺ガチなこと言うから絶対。一瞬熱いとこがね出ます。そうだよ。来年に関しては、はい。今年に関しては半期からだったじゃん、夏からで、はい、まあ、来年の1年やるってことで、まずは1年間を通してもうこのメンバーでいることかな、うん、ああ、この全員っていうこのメンバーで来年の年末もこうやってやってなんかこう、うん、このメンバーで話せたらいいかなっていう、うん、やっぱり、うん、もちろんそうです、メインに付随するけど、1位で誰か辞めたら悲しいねって感じですよね、うん、本当その通り、メンバーで一緒にいて、1位を取って、うん、本当ですね、それぞれ役職も上がって、そうね、慣れたら、で、俺が1億売って、まあ、完璧かなと、完璧ですね、完璧かなって、やっぱ、でやっぱじゃあ最後は、うん、まあ、釈迦さんにね、やっぱりこう、ね、メンバーがすごいいいので、うん、僕なんかはやっぱり、ね、知名度がある。ので僕はもうドリーム入ってよかったなって思わせるような、あ、だって昨日何食べたの僕ですか、うん、僕なんか最近ビックリカレンキー好きでハンバーグ喋らせてやチーズバーグキッシュビッグドンキーあれうまいっすね、めっちゃうまいねんけもうしゃべる、もうしゃべる、では僕がドリーム入ったことを後悔させるぐらいね、あ、そうか、ない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 、騒がしいな、グラスがない、そうだね、僕が入ってること自体も奇跡だから、全然もうみんなをね底上げしたいんだけど、僕に会いに来た人も、え、ドリームめっちゃいいやついるよ、あ、じゃあダイヤ君いいみたいな、まことい、いえ、アマちゃんいいじゃん、最高かよこのチーム、アイス1個入れてカロリー飲みます1回、そしたら口に、そういう感じなんですか、これちっちゃいちっちゃい、あ、そうおお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 あ、でも、ちょっと最初から言いましょう、だから、ですよ、飲んだもん、飲んだもん、飲んだもん、やめとけよ、テレビとは違う次行こうえ、でもいいよね、なんか それこそさ、なんかみんながこう来年どうなりたいで抱負も言った上で、チーム、個人言った上でチームなのに個人を押し打った俺は、まあ、確かにえ、でもまた来年はなんか変わりそうだよね、この確かに流れがね、だってもう、はい、結構すごいじゃん、今もなんかバッチバチでさ、今日も、うん、すごかったじゃん、すごかったね、トンベニーやったりやったり、あー、まあ、煽り合いがすごいもんね、これを結構ドリームの中でやっても面白いと思うけどね、あー、実はね、お互いにアマちゃんが1、2とか、1が僕、いいで、僕がもう返すみたいなね、でもすごい孫とか入ってきて、ね、え、僕も行きますよみたいな、台入って、あー、そうですね、飲めないけど行きますね、寂しいのがコールし始めるこれ専門です、おもろいかもしれない、これ専門、それこそだって俺らみたいなさ、成人してお酒飲んでる組がさ、そうですね、なんか飲めない週とかさ、うん、なんだろう、飲めないシュートって名前みたいな、名前みたいな、名前みたいな、飲めないシュート、飲めないシュート、名前みたいな、でもね、まあ、使えないみたいな、お酒をさ、まあまあ、でも、けど、ドンペリを入れてさ、なんか、シャカ入れないのみたいなことを言ってやってみても、一番火がつくんじゃないかな、ですね、もう、あといいっすね、来年そういうのをね、熱いっすね、してみても、来年とはいえ、ね、まだあと2日あるんだから、締め日に何が起こるか分かんないね、うん、そうですね、本当に何が起こるか分からないですね、めちゃめちゃ意識高いなんてダイヤじゃん、もう、うん、ダイヤとか BC 高いし意識高いもんね、うん、やっぱり常にこう隙間に入ろうとするもんね、ダイヤねえその顔はなんだこいつ全然おもろないやんこいつ何よねちなみに来年は6日から、はい、6日から、うん、5日俺もちょうどあの来年いつかなって思ったから、あ、だからうまい、いつか、いつか、うまい、いつか、いつか、いつか、いいのこれ、そういう感じ、そういう感じで一うまいですからね、まあ、いつか、いつかね、3日ですか、お正月は、お正月31から4日まで休み、カウントダウンはないですね、カウントダウンしないという、今年ないですもんね、ないないない、もしどうしても欲しかったら担当さんに言えばワンチャンあるかもしれない、ワンチャンだね、そこはワンチャンしてくれるかもしれないね、だからもう来年は5日から営業ということで、まあ新年明けましておめでとう営業ね、そうですね、あ、てかこれ最後じゃないですか、今年最後に、おおそうだ、ごめんなさいけど、チームっていうのは申し訳ないけど、こう仕切っちゃった感じがありますけどね、最後みたいな、
マジで最後じゃん。やばいっす。え、最後のここでカウントダウンしてもいいぐらいです。最後ない中カウントダウンね。最後ない中最後終わり際、良いお年をでカウントダウン。ああ、良いお年をでね、終わらせれば良いお年をで。ね、そっか、ラスト会いに来れる人はね、もう4日からね、いや、5日か、5日から会いに来てもらえばね。そうね、安くしてますからね。確かに4日は休みです。はい、ゲイ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 、安く会いゲイ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 、安く会いゲイ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 、安く会いゲイ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 、安く会い。そうだよね。あのね、なんだ KPKP ってなんだ。 KPKP ってなんだ。 KPKP 何 KPKP って、わけわからない。来年は5日からって書いてあります。あ、やっぱりどうなん、5日にかけてね。あ、なるほどね。うまいね、うまいね。わたかにかけて180円。 KP 乾杯、乾杯、乾杯らしいです。あ、そういうこと。乾杯、乾杯、乾杯。あ、そうなの。そんなこと、うまいこと言われたらね、こっちが乾杯ですよ。本当ですよ、乾杯ですよ。最後 KPP が気になるけど、君の心に乾杯杯ですよ。乾杯杯、乾杯杯。最後聞いてる。乾杯ね。まあまあまあ、そんなことない。でも今月ラストラスト雰囲気が出すぎてるけども、だって別に今日もさ、飲み直しとかさあって、また新たな出会いはあるわけで。確かに。まあなんか大晦日前でなんか逆に予定が入らなくなっちゃったとかだったら、ディアーズにね、遊びに来てくるんで。そうですね、ぜひね。飲み直し率最近高いもんね。高いもんね。だから日本はね、こう月またいだからね、12月と1月ってすごいまたぐとすごい祝うみたいな意識があるけど、まあそれは特別であって、でも日本の伝統でね、マス締めってあるから。ああ、はいはいはい。いや、締めたらもう一回締めてくる。で、もうルイスのどんどん締めていかないと。なるほど。どこで締めるかは分かってるよね。ディアーズで締めなあかんって。よいしょ、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 お願いします。来年はもっと SPL でかくなるんで、また来てください。日本一、日本一だから。じゃあ良いお年まで、5秒前。はい。5、4、3、2、1、バイバーイ。シャクオディース。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは。ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。